の秘密の分室、ヤラマイカ。ヤラマイカは小さな部署で、私はここのたった一人の職員、加納直子。よろしくね。皆さん、今年もヤラマイカ大作戦をよろしくお願いします。はい、こちらヤラマイカの加納直子です。あ、直子くん、去年は8回にわたる体験リポートご苦労様。社長、今年もよろしくお願いいたします。うん、今年も張り切ってやらまいか。はい、頑張りますよ。何でも体験リポートしてきます。その調子その調子。はい、そこで今月は地域ボランティアを体験リポートしてほしいんだよ。地域ボランティアですか。ではどこへ行ったらいいんでしょうか。まずは地域福祉課へ行ってくれたまえ。詳しいことは例によって電子メールで送っといたから、よろしく頼むよ。はい、わかりました。これだね。地域福祉課。ああ、そっかそっか。そうだった。まずは地域福祉課へ行っていろいろと情報収集しなくちゃね。ということで、何でも体験やらまいか。今月は地域ボランティアをやらまいか。市役所の西館2階にある地域福祉課に行ってきます。地域福祉課はボランティア活動の育成や地区社会福祉協議会の設立支援などの地域福祉を育む運動の推進を行っています。こんにちは、やらまいかの加納直子ですが、今日は地域ボランティアについていろいろとお伺いしたいなと思ってきたんですが。そうですか。加納さん、地域ボランティアコーナーってご存知ですか。いや、ごめんなさい、知らないです。実は市が昨年の10月に、地域福祉の情報交流拠点として整備したのが地域ボランティアコーナーなんです。へー、ということはそこへ行けば地域ボランティアのことについていろいろとわかるわけですね。そうですね、今はまだ多摩公民館と西部公民館の2箇所だけなんですが、地域のボランティアの皆さんが、のまとめ役としましてね、地区社会福祉協議会作りをしてるんですよ。そうした地区社協がですね、今市内に11ありましてね、そうしたところから徐々に、整理していく計画なんですよ。わかりました。でもそういった地域のボランティアって毎日行われてるものなんですか。そうですね、今日でしたら加賀地区の皆さんが公民館で、公民館のネットワーク加賀でね、多分活動してると思いますよ。へー、そうですか。では早速加賀公民館に行ってきます。どうもありがとうございました。行ってきます。加賀公民館に拠点を持つ加賀地区社会福祉協議会は、さまざまなボランティア活動を行っています。今日は子育てを支援するボランティアと、希望者の自宅へ食事を作って配る配食のサービスをするボランティアが行われる予定だとか。こんにちは、やらまいかの加納直子です。あ、いらっしゃい。こんにちは、加賀地区社協の浅野です。今日はようこそいらっしゃいました。はい、今日はですね、加賀地区社協さんのボランティア活動に参加させてもらいたいなと思ってここまで来たんですが、私も参加しても構わないでしょうか。あ、結構ですよ。今日は子育てサロンポップと、それから加賀電車通による配食サービスをやっておりますので、ぜひ参加してください。あ、いいんですか。どうぞどうぞ。はい、じゃあでは先に子育てサロンポップの方に伺ってみます。はい、どうぞ行ってらっしゃい。行ってきます。はい、ニュースポ
若いお母さん方がね、たくさんいらっしゃるんですけれども、実際どういった方々なんですか？ほとんどは、10年前のお子さんを持ちのお母さんが集まっています。一人で子育てしていると、ストレスとか溜まると思いまして、そういう方に出会いの場として来ていただいてます。あー、なるほどね。はい、実際にどのように使われているんですか？ほとんど自由な時間、10時から12時の時間です。その間いつ来てもお子さんの状況もありますし、いろいろなことなので出てこれなかったり帰りたがったこともあるので、その間一般会場で自由に使ってくださいっていうことになってるね。えそれはいいですよね。もうなんかもう近い時に来れてっていうね、皆さんにもこう触れ合えてお話もできて、はい、そうですね。福山をポップに来てみて、どうですか？別にね、ここに来て何をやるわけでもないんですよ。ただ集まって、ただこうやって遊んだり、他のお母さんと知り合ってお話ししたりっていうだけなんですけど、帰ってね、みんなで何々しますよじゃないような緩やかさがね、気分がいいんですよ。そうですね、強制されてない分だけね。できたければ来ればいいし、気分が乗らなければ来なくていいし、お天気がどんどんこれから良くなってきた、じゃあそこで遊ぼうかって言ったら途中で行っちゃってもいいんですよ。そういうところがまた面白いところですよね。そうですね。そして子育てサロンポップの活動はこれだけじゃないんですよね。はい、実はこれが半分でして、もう半分は中学生に対していろいろ働きかけをしております。で中学生を教室から引っ張り出していろいろなボランティアに参加させるという活動をしております。例えば同じこの科学社協でやっている活動に三冠サンデーとか各町で健康サロンというものをやっておりますけども、そういったところにも中学生にボランティアとして参加してもらっております。今度は同じ樺地区社協で食事を配るサービスを行っているグループを訪ねました。今お弁当作っているじゃないですか、この後はどうされるんですか？大体市の委託事業でやってるんですけど、30人ですね、30人分を、各町の、配食者が持ってご家庭回るんです。どんなご家庭に回るんですか？一人暮らしのご老人とか、あるいはお二人で住んでらしてもちょっと障害があったりなんかなったりが産業にありますかね。このサービスはいつぐらいから始まったんですか？地区社協が5年ですので、それから間もなく始まりましたから9年目になると思います。すごいですね。もう定着しましたね。みんな喜んで待ってます。ですよね。このお弁当が来る日をもう待ちに待ってるっていう方多いですよね。では私もこの後配食サービスに、ついていってしまってもいいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。さあそれでは私も盛り付けのお手伝いをさせていただきます。まずこちらからここでよろしいですか？はい、すいません。すごい、この中は何だろう。ちょっと強いんでるかもしれんと言われて、
いやいや、それをね、ありがとうございます。毎回こう月にね、何度か2回だけなんですよ、ね、よくやってくださる、本当に楽しみにしてますの、ね、本当に、ね、ありがたい、ね、皆さん本当にいい方で、ね、私もますます元気よくいたと思います。私も頑張らないとと思いますね。ではよかった、お邪魔します。毎回どうですか、毎回楽しみですか、とってもとってもどのくらい前から、次もう、今日いただくともう次を待ってる。早いね、気が早いですよね。どのくらい楽しみだっていうことですよね。こんにちは、ね、月に2回ということなんですけど、ご要望としてはどうですか。俺宿に1回は欲しいなと。できるやん、できれば、ね、味付けとかどうですか。味付けとかいいよ、いい感じ。ほら一人でやるやつだね、一人だもんね。ねー、そうですよね、量あるしね。じゃあ今日もおいしく食べてください。配食サービスのお手伝いをしてきました。地域の人たちがお互いに明るく支え合えるのは、たくさんの人たちの思いやりがあるからだなって思いました。平成13年度の市民アンケートで、地域福祉を育む運動を広げるために何が必要かという問いに対して、ご覧のようなデータが出ました。今回の特集も3位のボランティア活動の紹介や情報提供の充実を受けて企画されました。今度はもう一つの地域ボランティアコーナーがある西部公民館にやってきました。こちらの図書室の一角に地域ボランティアコーナー情報区が開設されたそうです。こちらの地域ボランティアコーナー情報区っていうのは、いつぐらいからできたものなんですか。平成13年の10月1日にオープンしまして、情報区地区 の、 ボランティアさんの活動拠点としてオープンしました。この、 ボランティア活動というのは、一体どういうようなことをしてらっしゃるんですか。広沢地区福祉協議会の方では、主に地域の高齢者の方を対象に、週に2回のお弁当配りですとか、ね、お元気な方にはこの公民館に来ていただいて、ボランティアさんが作ったお弁当をボランティアさんと一緒になって食べようという会があったり、私たちの活動をもっと皆さんに知っていただこうということで広報を出したりとかしています。配食サービスを受けていらっしゃる方は大体どのくらいいるんですか。17名です。17名で15世帯、ご夫婦の方もいらっしゃるものですから、15世帯に配食してます。会食っていつもこうやって同じ場所で行われるんですか。そればかりではなくて、この間11月21日には皆さんにお声をかけて、浜松城公園のテクニックに行ってきました。いいですよね。お年寄りの方の方がすごくお元気で、歩けばあったかくなるという感じでしたので、皆さんで歩いて、でできるだけ日だまりを選んで石舞台のところでシートを広げて皆さんでお披露いただきました。で食べ終わった後に輪投げをやりまして、点数によって点数が出るものですから、お年寄りの方も一生懸命やってくださって楽しい一日を過ごしてきました。いいですね、そういうのもね。その他にどんな活動をされてるんですか。3月の終わりに、ふれあい福祉祭りというのをやっています。その他にはその他にですか。地域と、あと学校にもお声をかけまして、小学生ボランティア講座や中学校の中学生ボランティア講座を行っています。今日は
ボランティアの情報拠点を2カ所訪ねてきました。これからモデルケースとしてとっても注目されていますし、ボランティアの方たちもとっても楽しんで張り切っていましたね。さて、地域ボランティアの活動にはいろいろとあるそうですが、今回私が体験させていただくのは、高齢者のお宅に伺ってお食事を用意するという家事支援のボランティアです。富塚社長の中村さん、そして高田さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞこちらへ。はい、すいません、お願いいたします。ああ、優しい猫、ちょっとしたね、気遣いですよね。もう寒くなるからね、お尻が冷えないようにということで、ね、ちょっとさあ、一匹さん、私にも何か手伝わせてください。猫でもいいね。はい、このくらいでいいですか。はい、このくらいで、はい、はい、じゃーん、うん、お得意な料理ですか。僕はこういう、家事支援ボランティアをされてるんですか。1年よくなった。何かになったんだね。うん、ご褒美にされますね。山野さん、出来上がりました。どうぞ。いただきます。はい。ご飯を作ってくださる方がね、いらっしゃり、お掃除してくれる方がいらっしゃりするじゃないですか。どうですか、島野さんからしてみて。ね、いいですよね。うん。でもね、松山待ってる。あ、待ってる。やっぱりね、楽しみ。何も心配することない。いいですよね。もうとても。結構それから細いちょっと小物寄せやめや。どんどん増えたわよ。ねえ、いい仲間にね、仕込まれていいですよね。さて、富塚地区社協の家事支援ボランティアのお手伝いをさせていただきましたが、この家事支援ってどういう体制で行われてるんですか。まずコーディネーターが3人おりまして、そのコーディネーターは高田さんですので、ぜひ高田さんの方からお聞きしてください。はい、高田さん、コーディネーターってどういった役割なんでしょう。させていただいて、それからこの方にはどういう支援が必要なのか、どなたがこう入っていっていただいたらいいのか、そういう役目を私はさせていただいておりますけれども。なるほどね。じゃあ、このボランティアをされてる方々って、何人ぐらいいらっしゃるんでしょう。そうですね、今29名ぐらいですか。中村さんに高田さんは、このボランティアをどう思っていらっしゃいますか。もう高田さんはね、命がけでやっております。皆さんにね、本当に熱心にやっております。私の方はもう年寄りですから、動きませんけど、本当にね、目がね、輝いてらっしゃる。よくやってくださって、こういうのお担当の方、利用していただく方のやっぱりパイプ役っていうのが一番、大事な、お勤めかなっていうような気もしますけれどもね。そうですね。その高齢者の方からしてみれば、もう本当にね、いらっしゃらなかった時のことを考えると ね、とても大変ですからね。では中村さん、小原さん、これからも家事支援のボランティア頑張ってください。はい、頑張ります。私は鳴子町にあります、こちら福祉文化会館にやってきました。さまざまな福祉活動、そしてボランティア組織の拠点としてこちらでね、行われているということなのでお邪魔します。福祉文化会館にはさまざまな施設が充実しています。車椅子席20席を含む600席を備えた大ホール、この高館の広場に設置されているのはドイツのプライス社製の本格的なパイプオルガンです。公共施設としては
全国で5番目に設置され、定期的に演奏会を開催しています。その他、会議室、大広間、福祉関係の団体事務室などがあり、多くの団体個人に広く利用していただける施設です。そしてここの5階に浜松市社会福祉協議会の事務局があります。ここは通称社協と呼ばれ、市民の一人一人が主体となって福祉のまちづくりを進める住民主体の民間組織で、住民サイドからの地域福祉活動の推進を中核的に進めています。そして1階にボランティアビューローを設け、活動スペースや情報の提供を行い、さまざまな福祉活動の拠点となっています。こちらの社会福祉協議会では、いろいろなボランティア活動のサポート活動を、ね、していると聞いたんですけれども、はい、具体的にはどういったことなんでしょうか。はい、例えばこちらのボランティアの拠点、ボランティアビューローというふうに言いますけれども、こちらのボランティアビューローを運営したりだとか、ボランティアをやりたいという方に活動を紹介したり、行政講座だとかを実施して技術を身につけていただいたりだとか、ボランティア活動のイベントなんかも一緒にボランティアの皆さんと作ったりもしています。では実際、一般市民がボランティア活動に参加をしたいなっていう場合はどうしたらいいですか。はい、まず、自分のやってみたいことだとか、どんなことを自分が活かせるかっていうようなことも考えていただいて、で、こちらの方に相談いただければ、活動市内の活動を行われているグループだとか、はい、活動者を紹介したりだとか、させていただきます。それで、自分に合った活動を見つけていただいて、やってもらえばいいんじゃないかと思いますけどね。あ、なるほど、自分に合った活動を選ぶこともできるんですね。はい、じゃあまずはボランティアを体験してみるということですよね。はい、地域ボランティアの実際を見てみると、給食や配食、家事支援と食事に関することが多いようですね。ところが、それはまだボランティアの入り口だそうなんです。ということで、私はこのボランティアに挑戦してみます。普天会は平成7年に発足したボランティアグループで、メンバーは6人。主な活動としては、浜松市盲人会の依頼で新聞、雑誌などから新商品の情報を拾って点訳し、定期的に一冊の展示情報にまとめています。また、学校や企業へ出向いて展示に親しんでもらうために、自分の名前が書けるくらいの展示指導なども行っています。点訳に挑戦してみます。先生、お願いします。では、展示の仕組みについてご説明をします。ここに書いてありますように、展示の仕組みについて説明しますと、母音と子音の組み合わせで展示の記号はなっています、うん。で、ここの表にありますように、あ、い、う、えを、この赤のアルファベットと書いてありますが、この5文字が母音です。で、その展示記号で表しますと、ここの6点の構成のうち、赤で示してある1、2、4、これが母音です。3、5、6が子音です。で、あは1の点です。じゃあ書いてください。はい。1の点。はい。続いて、いは1と2。うは1と4。1と4。はい、絵は1と2と5、4、ごめんなさい、から絵は2と4、この5文字で、あいうえを、これを完全に頭の中に入れていただいて、この5文字が暗記で書ければ、この今から勉強する展示の大体 30% はかけたと同じことです。ですから、よくあいうえを空で展示で書けるようにしてください。あいうえが書けるようになりましたから、次に加納さんの名前を書いてみましょう。やってみますね。かでしょ。
の、お、はい。可能を、可能、うではなくて、伸ばします。う、可能、な、お、こ。はい、できました。お腹も空いたので、福祉文化会館の中にある喫茶ナルコでランチをいただくことにしました。美味しそうですよね。直子さん疲れてコーヒーなんか飲んでいますが、福祉文化会館の中にあるこの喫茶コーナーも、なんとボランティアのスタッフだけで営業しているんです。浜松市は今年から市民主体の地域福祉活動を支援するため、地域住民の交流拠点づくりを行うボランティアグループに対して、予算の範囲内で補助金を交付することになりました。今回はこの町の地域ボランティアの現状について、私なりに体験リポートをしてみました。今日ご紹介したように、ボランティアの拠点づくりという試みは、県内でも珍しいそうですよ。地域に根ざしたボランティアグループがお互いに連携を強めて大きなネットワークに成長していく日もしたいなと思いました。さて、今日ボランティアに興味を持ったあなた、まずは体験です。一度ボランティアに参加してみてはいかがですか。何でも体験リポーター直子のやらまいか大作戦は、寒さに負けず次回へと続く。さて次回は、みんなでユニバーサルデザインと題して、浜松市の新たな街づくりの計画を紹介します。どうぞお楽しみに。